小川の家は日本の氏族の一つ。村上源氏の総本家にあたる。貴族、公家、家族の家柄。公家としては聖家や、家族としては公爵家の価格を有した。源氏道場十夜の一つ。家門は五つ林道者。所流に中野院や、北畑や、六条家、久世や、東癖や、岩倉や、千草屋、植松屋、梅谷屋、木造家などがある。 小賀野家が明治維新までに排出した苦業の数は35名。内内大臣まで登った者6名、右大臣まで登った者4名、大城大臣まで登った者7名である。とはずがたりの著者として知られる五福沢院二条は、源の正忠の娘。また、小賀野家第33代当主、公爵、小賀野道明の長女は、女優の小賀野義子である。 総当州の階祖である道元は、小賀野家の出身とする説もある。菩提寺は京都北区紫の大徳寺内聖泉寺。小賀野公爵家に伝来する、池大納言家領草伝文書案や、東道座官僚関係文書などの約2800点にも、及ぶ膨大な区下文書は、小賀野道常が、皇天皇級諸書,書大副総裁であった縁により、現在は、 国学院大学図書館に収蔵されている。村上天皇の御子とも平新郎の子諸房が官任4年に、源の阿蘇の姓を賜り、その孫にあたる、大城大臣源正美が祖小賀野という仮名は、源の諸房の代より伝えられ、山城国を特に軍小賀野小賀に構えた別業である、小賀野水閣が由来とする。ただし、その小賀正貞は、 中野院、その次の源の正道は、小賀の、その次の源の道下は、土御門と呼称されており、厳密な意味での、小賀の矢を道下の子、小賀の道照を外する系統に限定させ、それ以前はあくまでも、村上源氏中野院流として捉える見方の方が、正確とされている。鎌倉時代前期の源の道下は内大臣となり、県政を振るい、 源の広し陸と称された。競技における小鹿の家の祖である道照は、道下の三男であるが、一男源の通州が、三儀左中将、三十一歳で創生、次男源道友が、平利盛の外孫であり、言葉天皇を奪で、土三角天皇外祖母である、藤原乗子を母とする道照が着男としての扱いを受けた。 また、正サ以来の中野院流には、源氏長者及び、純な小学両院別等を輩出する資格を有していたが、同流のうちの一門上手が認じられるのを原則とされたため、小賀の家以外の中院下書家との間の持ち回りの任命となり、小賀の家の優位性を確立できなかった。さらに道てるは、上級の乱に連座して、内大臣を更迭され、後に、 大乗大臣に任せられた者の,の晩年に、小賀野家の家領のほとんどを、五歳、サイレンに与えたことから、道照の没後に五歳と戦災の子である着男、小賀野通中との間で、家領騒論が発生し、不利となった後妻側は、鎌倉幕府との関係が深い有力区下である、西恩寺家に、小賀野家領を譲ることを条件に非護を求めたために、小賀野家は所領をほとんど失い、 ごつらく寸前となった。だが、通中の五歳が有していた、祖父、平頼盛の丘陵が小賀の家に継承される。この所領は、頼盛の母である池善美の働きかけで除名された、源頼朝が、急温に報いるため、じきじきに、頼盛に返還し安堵した特別なものであるため、鎌倉幕府によって保証された関東御領としての性格を持ち、それを足がかりとして、 小賀野家の再興が図られた。通中五歳に庇護される形となった、通り中千歳の子、小賀野道元は、昭和元年9月12日、初めて戦時をもって、源氏長者に部任されて、小賀野家の源氏長者の経緯づけを図った。さらに、南北朝時代の小賀野長道は、当時の公家社会における一文上主から、家着系統を重視する風潮への変化に合わせて、小賀野家を、 中野陰流の着流として確実にすることに力を注いだ。すなわち、西園寺公衆の処刑による混乱に乗じて、西園寺家に渡った旧古賀の家領を取り戻し、他の中野陰流公下の源氏長者部人の阻止を図った。その工作が功を奏し、長通の没後に源氏長者になった着男、着難小賀野通称以後源氏長者は、小賀野家の独占となった。だが、 室町時代に入ると、足利義満が、源氏長者となり、足利家が、源氏長者となる慣例が成立する。ただし、足利将軍家そのものが後継者争いなどによって、不安定な状況が続いたため、実際には、村上源氏家の小川の家と聖は源氏武家の足利家が、交互に、源氏長者に就任する様相を呈し、戦国時代に入ると再び久しわが家が、 源氏長者を独占して、小賀の通典まで続いた。また、中世以後当たり道座の本城としても知られた。だが、交渉2年に放火によって、小賀の家の遺影などの文書を失い、さらに、戦国時代以後に各地の荘園を失ったことで衰退し、豊臣政権期末期の傾聴を4年に、小賀の厚志通りと長橋局の終文で、 御用勢天皇の直感を受けて、家領の多くを奪われたことから、江戸時代に入ると、源氏長者は徳川家に奪われて、その独占となり、小賀の家は石管家に次ぐ、聖画家の価格を有したものの、実際には、不振が続き、江戸時代の家録とされる700国が確定したのは、厚紙通りの孫である小賀の広道の時代と言われている。以後は、家,家として、 再び大臣を排出するようになった。幕末維新の混乱期に一時、小賀野県通りが現時長者となったとも言われるが、真偽は不明。明治維新後の1884年7月7日、小賀野道常が公爵に除せられた。小賀野家国立歴史民族博物館の急行給料取り調べ長データベースの記載によると、小賀野家の領地は山城国を特に軍 小賀の村のうち200国と河内国式の群湯気村1361国余りとなっている。湯気村は沼田藩との IQ のため内訳は不明だが、国立国会図書館デジタルコレクションの大阪府前シリングには湯気村のうち500国と記載されている。ありがとうございます。